松阪市民生委員児童院大会が12月2日、農業やコミュニティ文化センターで開かれ、民生委員児童院として貢献された人々に感謝状が贈られました。民生委員児童院とは、3年ごとに厚生労働大臣から委嘱を受け、地域福祉の充実や強化に努めている皆さんのことです。大会では初めに、民生委員児童院新庄の朗読と仏庫社慰霊への黙祷が行われました。私たちは人人愛をもって社会福祉の増進に努めます。黙祷。皆様こんにちは。続いて竹上市長が挨拶に立ち、民生委員を卒業される皆様は長年にわたり市の福祉行政に対し多大なご貢献をいただき、心からお礼申し上げますと感謝を述べました。今回委員の改選が行われました。今後3年間民生委員、児童委員、主任児童委員として新たに活動する388人に厚生労働大臣からの委嘱状が伝達されました。また今年度で委員を退任する230人に感謝状が贈られました。退任者を代表して14年にわたり委員を務められた中村喜久美さんが、地域の役に立てれば、困っている人に寄り添えればと活動を続けてきた。少子高齢化が進む中、民生委員の果たす役割は複雑化し、ますます大切になっていくと挨拶しました。ますます大切になってくると思っております。その他大会では長年にわたり活動された人に表彰状と感謝状が贈られました。地域社会の福祉増進に寄与された、おめでとうございます。大会の2部では看護師として27年の臨床経験を持つ社会福祉法人もも理事長の福本光子さんが講演しました。福本さんは在宅福祉の現状と課題をテーマに、自身も高齢者の訪問看護をしてきた経験を踏まえ、民生委員・児童委員としてできることについて話していました。